やいや、今日は春、夏、冬、秋の夏でしょ。飽きない、はい、わーお、すごい。皆さんこんにちは、藤尾真央です。そして今回は東近江市レインボー大使の増田雅子です。こんにちは。あれ大使やってるんですか。そうですよ。実は私、東近江市の観光大使なんです。ですので、今回は皆様に観光大使としてお届けしたいなと思っております。よろしくお願いします。それはすごい頼りになりますね。任せてください。はい、はい、ご案内いたします。何も知ってますか。任せてください。本当ですか。、はい、さて今回なんですけれども、はい、東近江市にある五箇荘に来ているんですけれども、はい、五箇荘は近江商人で有名な町ですよね、はい、そうなんです、はい。こちらではですね、はい、近江商人発祥地として有名なんですけれども、はい、の商人たちは豪商に出征してもなおこちらを離れることなく本宅を、そうなんですか。そうなんです。気づいて、おられたんですね。なので今もこちらに本宅が残ってるっていう地区なんです。でその近江商人のことについて詳しく本当だ氷詳しく教えていただけるのがこちらの博物館になってます。行ってみましょうか。はい、はい、それでは近江商人博物館に行ってみたいと思います。はい、あの近江商人の展示があります。あのちょっと結構重たい、あれ重たいですけど、いやスルーしないでください。なんかびっくりする。どう持てました。重たいです。はい、結構重たいですか。10キロって書いてます。そうなんです。私のワンちゃん2匹分なんです。2匹分、はい、かなり重かったです。ちょっとこのでは近江商人のお話をちょっと聞きたいと思うので、はい、ではすいません、よろしくお願いします。あ、こちらよろしいですか。すいません。はい、よろしくお願いします。今日はあの近江商人博物館の林さんに、はい、お願いしたいと思います、はい、はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。こちらはいつ頃オープンされたんですか。はい、平成の8年4月です、うん、にオープンされました。帽子がそうなんですね。結構最近なんですね。いやもうでも10何年経っておりますのでね。そっか、はい、どういった経緯でつあのオープンされたんですかね。はい、この五箇荘は、はい、江戸時代から近江商人が多く出た地域なんですね、はい、で、まあ、地域の文化伝統をやはり近江商人が担ってきましたので、まあ、地域の人々が自分たちのふるさとをよりよく知るということで、まあ、近江商人をテーマとした博物館を作りました。近江商人っていうのは、はい、一体どういう人たちなんですかね。はい、今体験してもらったように、はい、この近江から天秤棒を担いでね、はい、全国へ行商に商いに行った人々のことを近江商人と言います。あ、商人なんですか。はい、私どっちかっていうと商人っていうよりかはあの荷物を運ぶあの飛脚のイメージがどうしてもあるんですけども、はい、それとはまた別なんですか。そうですね、最初はまあ農業をしながら、はい、商業をしてましたので、はい、まあ、特に冬場の、はい、季節になると、まあ、農業できませんから、その間はこういう行商姿で全国へ商いに行くんですね。あ、そうなんですよ。全国なんですね、はい、じゃあ夏は農業をしてお百姓さんをしてて、で冬になったら地域の特産品を買ってそれを全国へ売りに行くということをしてました。結構ここでしたらまあ、当時の都のね京都からは近いですし、うん、そうですね、まあ、交通の便が良かったとか、うん、あるいはその、京都上方に近いということもあるんですけども、はい、やはりこの辺の人たちには麻製品着る麻ですね、 ああいうものを盛んに農家が副業として作ってたんですね。でそういうもの、あの近江上布とか安ざらしとかって言うんですけども、そういうものを仕入れて、でそれを全国へ売りに行くと。だから地域の特産品を買ってそれを全国へ売りに行くっていうのがごく最初の商いのスタイルですね。そうなんですか。じゃあどんどん発展してって、もう商人は
やってる暇なくなりません、繁盛しすぎたら、うん、そうなんです、ごく最初は農業の片玉に商業をしてたんですけども、商売が大きくなっていくと、まあ、農業はその専門の人にお願いをして、自分たちは、まあ江戸だとか京都とか大阪に、まあ、店を持つと、まあ、そこで商売をするというふうに変わっていきますね。三方よしっていうふうにお伺いしたことあるんですけども、はい、あの三方よしというのは、売り手によし、買い手によし、世間よしっていうこの3つを、はい、含めて三方よしっていうんですね、はい、あの商売っていうのは商品をお客さんに買ってもらうと、まあ、売った人間が儲かりますよね、はい、でお客さんもいい商品を安く買えばお客さんもまあ満足しますよ ね、はい、ですね。でも本当の商いは売り手と買い手だけが得をする商いではダメなんだと言ってるんです。それはそういう取引をすることによって地域全体が豊かになっていくこと、例えば売る商品を作る人が儲かる、あるいはいい、儲けたお金をまた社会に、還元していく、例えば道を直すとか、学校を建てるとか、そういう時にはあの江戸時代はなかなかね、幕府もそれからそれぞれの お殿様もあんまりやってくれないんですね、やっぱりこの地域の人々があの道を直すとか、あるいは病院あの学校を建てるとかっていうことに自らしないとダメだったんですね。で、まあ、そういうことに近江商人たちはお金をこう寄付していって、で社会全体が豊かになっていくっていうことを考えていました、うん、そうなんですか、はい、それがここに来たらその真髄が分かるっていう、そうですね、それを理解してもらえると思います、はい、それでは早速ご案内していただいていいですか、はい、こちらどうぞ、はい、ミーコ TV、 はい、奈良時代からあったんですか。そうですね、あの奈良時代に軍の役所、ここはあの神崎郡っていうんですけども、その郡の役所がこの五箇所にあったんですね。あの中山道、その当時は東山道っていう呼ぶあの大きな道があって、はい、その近くにこういう、まあ、これは想像をして復元した模型ですけども、まあ、こういう郡の役所跡がここにはありました。ですから、まあ、古代からその行政の中心地ではあったんですね。小畑商人ですか、はい、あの近江商人っていうのは、はい、江戸時代から活躍が始まるんですけども、はいはい、それ以前に滋賀県にはたくさん商人がいたんですね。でこの地域にも小畑と呼ぶんですけども、小畑商人っていう商人がたくさんいました。鎌倉室町時代、はい、琵琶湖があって、その琵琶湖の東側、今の古東地方と呼んでますけども、この地方には今申しましたように東山道という大きな街道が通ってましたんですね。で京都へ行くためには必ずこの東山道を通ってたんですけども、そうですね、はい、その東山道沿いにたくさん市場がありました。あ、そうですね、市庭って書いてますね、はいはい、あの今は市場は市場と書きますけども、はい、その当時は市庭と、これで市場と呼んでるんですね。すごい、それがね、こんな情景なんですね。あ、それがもし、この外れの空き地にこういう掘ったて小屋を建てて、で、いろんな商品を売ってる商人が商いをしていたと。でこういう商人が、古東地方には鎌倉室町時代からたくさん活躍してたんですね。そうなんですか。それが近江商人の、まあ、一つのルーツになっていってます。でこれをね、城下町に集めたのが織田信長ですね。あの安土城を織田信長が作った時に、安土城下に楽市楽座という政策を聞かれたことあるでしょう、はい、それは誰でも自由に商売できますよ、あるいはその税金かけませんよという、まあ、そういう政策を織田信長がするんですね、はい、そうするとやっぱり商人はあのそこへ集まってきますよね、ですから安土城下が、まあ、大きなあの町になったんですよね。ですからあのそういうふうにして商人たちもここで、活躍しやすいということになってました。時代は変わってもこういった売り物とか、はい、もう売るっていうのは全然変わらないんですね。そうですね、これもね、はい、あの自由に商いができるっていうんではなくて、例えば油を売る人は油座とかね、布を売る人は布座というね、はい、今でいう組合に入って商売をしてたんですね、はい、江戸時代にちょっとね解体されちゃいますけどね。
こちらで、お知らせがございます。はい、お願いします。強引ですね。はい、行きますよ。午後行きますよ。はい、これを PR しに来たので。あ、行きます。そうなんですか。はい、毎年、はい、ご好評をいただいております。証券に伝わるひな人形巡りを開催いたします。はい、日付はですね、2月の1日から3月の20日までで、この中でですね、はい、人間ビナ祭りっていうのがまたございまして、はい、こちらでは地元の学生さんと観光大使がおひな様の格好をして皆様をもてなすというイベントもございますので、はい、イベントも盛りだくさんなので皆様のお越しをお待ちしております。マサさんどこしますか？ご人番どうしましょう？いえいえ、もちろんあれですよ、お代理様とおひな様のどっちかです。ほーそれはお楽しみにお待ちしてます。はい